群島域の複雑な海流を越え、見えてきたのは竜宮神殿。ビルガ島の北、無人の離島に佇む竜神を祀る神殿である。いまだ禍々しいマグラ渦巻く島の岸辺へ、再び凱旋者は身を寄せていく。さて、やってみましょう。さて、どうする？お願いね。なあ、俺に続け、頼んだよ。歌姫の華麗な舞台見せてあげるわ。王女の魂はここに。豪華よ。大丈夫、一緒に行こう。連携すれば。こんなとこだな。新たな力を得たぞ。だが、そうね。進むわよ。まずは急ごう。用心しろ。よし、急ぎましょう。どうする？何かの役に立つんじゃない？
必ず。私は。どうした？それ。行きましょう。見て。なるほど。なら。見て。良いものを見つけたな。もらっておくといい。振り切ったわね。こちとら追っ払うのは慣れてんのよ。こちらに気づいたか。注意しろ。これはすごい。これは驚きだ。いいぞ、奴ら拙者たちを見失ったようだ。いいもの拾ったな。どうも。しかし、いいぞ、やつら拙者たちを見失ったようだ。これはすごい。お、すごい。ちょっと気づかれたんじゃない？敵はいない。なんとか負けたみたいだな。拾っておけ。何かの役に立つだろう。
うまく負けたみたいだな。お、いいもの拾ったな。いいもの見つけたな。役に立ちそうだ。失ったみたい。もう大丈夫よ。気づかれた。警戒して。なんとか振り切れたみたい。敵を負けたな。余計な消耗をせず済んだ。人がいるぞ。あなたたちは確か泉であった。龍神様の巫女のユーファジアといいます。ユーファで構いません。その様子だと怪我もなさそうだな。この辺りは不思議と怪物の気配がない。いい場所に隠れていたな。マグラの淀みの一番少ない部屋を選びました。ムズタリの3の目はマグラの流れが見えるのです。それよりなぜあなた方が。エディンに頼まれて君を助けにな。島の兵隊の代わりだ。兄は無事なのですね。よかった。ではお言葉に甘えます。島のためどうか儀式のお手伝いを。待て、生贄の手伝いなどごめんだぞ。お主は連れて帰る。君の兄上にそう頼まれた。嘘だと思うなら自分で直接聞いてみるといい。
まさか兄が。どうしてそんな。実の妹に死んでほしくないって思うのはそんなおかしなこと。戻ってどうなるのです。島ではマグラが乱れ、海の怪物やおかしくなった家畜に皆苦しんでいる。沈めなければ、私が逃げとなれば私一人で済むのです。大した覚悟だ。元騎士としちゃ頭が下がる。だが命は意味のあることにかけるべきじゃないか。本当に竜神様とやらのせいなのか。え、でも島に起きていることはこの神殿を包んでいる異常とまさに同じもの。俺たちは同じ現象を他の土地でも見てきた。ここだけで起きてることじゃないんだ。そんなことを言われても私は。じゃあこうしましょう。儀式の祭壇まで安全に連れていく。場所は知ってるのよね。それはまあ。奥で実際何が起きているのかお互い自分の目で確かめましょう。そこにある槍に私たちも用があるの。確かにここで立ち止まってる意味はないな。それでいいか。ああ、構わない。竜神の槍に何のご用が。いえ、逃げとなる私が気にしても仕方ないですね。兄が使わした皆さんを信じます。それに私の三の目はマグラが特別よく見えるようなのです。皆さんにはとても珍しい流れが見える。まるで古い伝承に残る英雄たちみたい。もしかしてアーキタイプのこと。これは期待を裏切れないな。よし、慎重に進んでいこう。これは役に立ちそうだ。
してみましょう。そなた。よし。見てください。行きましょう。それに行こう。おそらくは
そうか。なら。なるほどね。用心しろ。いかん、気づかれた。余計な消耗をせず済んだ。拾っておけ。何かの役に立つだろう。すいません。敵を負けたなら余計な消耗をせず済んだ。気づいたか。注意しろ。そういえば。
もしや。なあ。見つけた。早く倒しちゃおう。まずい。とっととやるぞ。かわせてもらおう。これならどうだ。さて、この力なら存分にやらせて。恥ずかしくない戦い。連携しよう。協力する。相手をよく見る。我が正義にかけて強雷の力よ。攻撃が弱点に命中。何だっけ。隊長が崩壊状態。フェイカー。体が封じられてるよ。これならば。任せたよ。魔導機。協力頼む。任せた。弱点に命中。大丈夫。力を貸して。俺の力も使え。みんな無事か。我が剣大丈夫か。頼りにしてる。恩抜きよ。すまない。甘い。灰染めの華麗な回避。
てもある。サイズ合わせていくぞ。見せてやる。恥ずかしくない。連携しよう。協力する。状況を確認する。行くぞ。とどろく。攻撃が弱点に命中。見えている。マイル、これならどうだ。さ、俺に続け。力を合わせて。落ち着いていこう。力を貸して。頼んだぞ。さらなる高みへ。拙者も待つ。力がついた感じがする。さすがです。よし。何かの役に立つんじゃない？もらっときましょう。いいもの発見。見つかったわ。注意して。
きないわ。私はもらっとけよ。これはすごい。上物だな。
かかってきてる。かなり効いてね。その調子よ。気づかれたぞ。能力が上がったみたいだ。セキライは私が。今拾ったもの使えそうだな。振り切ったわね。こっちとら追っ払うのは慣れてんのよ。しない。
数振り切れたようだ。やった。うん。気づかれた。それに敵に見つかった。敵から見つかったが変わる。見て。よっ、かかってきました。
いかん、気づかれた。気をつけて、敵に見つかったよ。持って行こう。こいつはいい、使えそうだ。呪詛は消えたようだ。もう問題ない。注意しろ、気づかれたぞ。いいもの発見、はい、もらっておきましょう。見ろ、もしや。一人じゃないんだから。頼んだよ。ちょっと苦しいわよ。いいわよ、ジュナ。魔導機なしの魔法。覚悟はいいか。聖なる光よ。大丈夫、行くぞ。そうじゃ、この局面なら我が正義にかけて輝け。シュルケンベルグの攻撃が弱点に特別見てなさい。見えてる。楽しい。ダメか、そう甘くないか。攻撃回避、やるじゃない。大丈夫、この力なら。任せた。本物の神髄を見せてやる。王者の魂をここに。違うな、頼むよ。相手をよく見るの、なすべきことのために。シュルケンベルグの攻撃が弱点。スーベラスに力を貸して。力を合わせて。いいよ、ヨジュ。貴族として手加減はなしだ。マジシャン、落ち着こう。
感謝する。真の合わせてくれ。協力する。だが、なあ、それはあなた。使えそうなものならもらっとけよ。麻酔さ、気づかれた。体力大丈夫か？少し減ってるぞ。良いものを見つけたな。もらっておくといい。
豪華だ。こいつはいい。徹するさ。敵に見つかったぞ。注意しろ。拾っておく。何かの役に立つだ。見つかったわ。敵に備えて。
一つ聞いても、あなた方はなぜ島に？槍のためと聞きましたが、こんな危険に立ち向かうわけは何でしょう。そうだな、ここまで立ち入ってるんだ、話すのが筋かもな。救いたい相手がいるんだ。その方は闇落ちされ、呪いで死の淵をさまよう。それをやった非道な男が今王になろうとしている。阻止するために、今は奴の近くにいなければ。槍はそのために必要なんだ。自分たちが王になるためではないんですね。競争のため候補たちは神器を欲しがっていると聞きましたが。あなたを死なせたくないからっていうのも、別に嘘を言ったわけじゃないわよ。父と母も同じだったのかもしれません。父と母は先代の島尾里美子でした。海難事故で帰らぬ人に。もう10年以上前のことです。二人が海へ出たのは、ここへ龍神様を訪ねるためでした。でも儀式もない時になぜ船出したのかはずっと謎で、あなた方を見ていて分かった気がします。同じだったのかもしれません。生贄の儀式に意味があるのか確かめようとしていた。幼いお主が死なずに済むように、そういうことか。でも龍神様に疑いを挟むのも許さない人々もいた。だから兄は島を飛び出して国を変えようだなんて。ご両親だけじゃない、島民たちの中にも君に生きてほしいと願っている人がいる。ありがたいことです。でも私は巫女として苦しい時代に何不自由なく生かされてきました。私にとって生贄は犠牲ではないんです。恵まれて生まれたものは分け与える、そんな当たり前の営み、命の使い道なんです。今完全に決めたわ。あんた絶対連れて帰る。諦めなさい。私の話聞いてました？相変わらずバカしかおらんな。行きましょう。いよいよですね。待て。それは。うん。